のの文学賞の一つアカデミックなゴンクール賞に対抗して1933年に創設され、斬新で独創性豊かな小説に与えられる。1933年、アンドレ・マルローにゴンクール賞が授与されたのと同日に、サンジェルマンイコールデイコールプレチックにあるカフェ、ドゥマゴで、エコールデボザールの師匠、マルティーヌの提案によって創設された。この提案を受けて、 カフェの常連で、作家レーモンクノーの友人であったロベールデスノス、ミシェル・レリス、ジャック・バロン、ジョルジュリブ・モデ・セーニュ、ロジェ・ビトラック、イサック・クリュンウェル、アルマン・メグレ、アンリ・フィリポン、アンドレド・ドリショーおよび、画家のガストン・ルイ・ルー、アンドレ・ドラン、アルフレッド・ジャニオの13人が、審査員に選ばれ、レーモンクノーの、は、マムギを選出。審査員13人は、 それぞれ100フランずつ持ち寄って、計3 0 0フランの賞金を申定した。現在の賞金額は7750ユーロである。なお、ドゥマゴ賞の精神を受け継ぎ、1990年に日本の文化村により、文化村ドゥマゴ文学賞が創設された。ありがとうございます。